い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はね、白猫プロジェクトをやっていきたいと思います。白猫なんですけれど、白猫黒猫コラボのねキャラクターたちの武器ガチャが来てたんですが、いきなり星5で来てたんだけど、やんなきゃって思ううちにちょうど終わってしまいまして、でも欲しいしジュエルじゃなくて、そう、ジュエルも貯めたし、どうしようと思って、まあでも引こうと思って、でもせっかくだからやっぱ動画にしようと思って、今に至ります。いきなり星5じゃないですが、いっぱい結構当てたので、そう、ディートリヒの大元帥先生、元帥先生をですね、先日の LINE ライブの生放送で、最後に、ね、放送の最後に11連したらまさかの出てしまいまして、ゆっかさんも出たんだよね、その時ね。なんかそれで、すごい嬉しいことに、たくさん神引きをしまして、それはURL 書いておくのでぜひよかったら見てください。で、ね、5体いるので、実はね、新キャラというか黒猫コラボが、そう、この上段の5人が出たので、この子たちのね、モチーフ武器欲しいじゃない、やっぱ。だから、いきなり星5は終わったんですけど、引きたいと思います。はい。こんな感じでございます。で、ちなみに今日はザックくんコーデです。コロプラさんの公式ショップから、公式ショップに売ってたので、買ってしまいました。はい。そんなわけで、武器ガチャ。今回の当たりがディートリヒさん、ゲンセ先生大好きなんですけど、あんまり当たり武器ではないみたいで。でもまあ、もう、愛なので。当たるといいなと、私が引いた子たちがね、の武器が当たるといいなと思って願って引きたいと思います。あ、そうそう、ウォリアーのとか確か剣がすごい当たりなんだよね、確か。もう属性なんですね。まあ、とりあえず10連を、もう最大で絶対モチーフ武器出るまで、スキルじゃない、ジュエル尽きるまで引いていくって決めてるから、私もしも出なかったらしよう。 うわ、やばい、出ない。いいよ、パイナップルの双剣はもういらんがなやばいよ、頑張って、お願い。あ、この3段階の変化は結構いいんじゃない。このさ、金が来てやったって思っても、この3個止まりの悲しさね。やっぱほんといきなり星5以外で武器ガチャって引くべきでないね、あんまり。あんまり渋かったっけ。まあそれはそれで面白い指標になるかなっていうことで。あ、来たけど、おー、これはもしかして元帥先生じゃないね。やった来たんだけど、すごい、よかった。しかも元帥先生は武器としてはあれですが、元帥先生が欲しかったんで嬉しい。これもう尽きるまでもうなんかドドンと50連みたいな感じでいっかいっかとか言って、まあ10連は貯めればいいんでね。また、まあ、これダメなパターンか、この色の感じ危ない気がする。やばいね、50連してさ1個しか出ないとかやばくない。ラスト1個か。まあでもいいでしょう、元帥先生でだから。あと、そう、呪い槍と書いて呪詛でいいのかな、わかんないですか、当たったので嬉しいです。当たったのでじゃない、完成させられたので。ガチャをやってて今なんかやば、私もう決めたよ、いきなり星5以外引かないよ、もう絶対に。私本当に決めた。じゃあちょっと装備させてくるね。はい、というわけで、今ちょうどもう新空の暗き、暗きとか黄昏の感じだけど読み方が分かんない。
ブレッツクリーグ、はい、というわけで、そうしたいと思います。マイティクラッツ、ジャストカード成功し、まあ確かにパッとしないスキルではあるよね。なんか全然ね、呪詛のロイヤリーの方が全然いいような気がするんですが、まあでもこれでやっぱ見た目的にはやっぱこっちの方がいいからね、やっぱいいよね。いやかっこいいわ、やっぱ元帥先生かっこいい。しかも空のなんちゃらかんちゃらブレッツクリーグってなんかちょっと中二感なんで、やっぱかっこいいですね。はい、そんなわけで、はい、50連して大爆死なんですけれど、まあ、本当、いきなり星5、いきなり星5って素晴らしい企画だねっていうことで、まあ、私の運がなかっただけかもしれないんですが、ね、これからはいきなり星5にかけていきたいと思います。はい。まあ、でも、黒猫のタッチのキャラは欲しいので、多分終わっちゃったんですか、多分引いちゃうような気がします。頑張ってまたね、まあ、貯めたり交換したりしてね、みんなの持つ武器、みんなのは多分難しいと思うんですが、集められたらなと思っております。はい、そんな感じで今日のコーデです。今日のコーデは、ザックくんニットに、まあ、ザックくんのそのニット帽でザックコーデで、本当はザックくんの、ね、コスプレでもいいかなと思ったんですが、やっぱそれはまたちょっと特別な時にとっておこうかなと思っております。はい、そんなわけでね、今日もね、見てくれてありがとうございます。そんな感じでございました。はい、まみチャンネル最後まで見てくださってどうもありがとうございます。ツイッターもねやってるので、よかったらフォローしていただければなと思っております。そして YouTube のチャンネル登録、コメントもお待ちしております。そしてLINE の公式アカウントもできたので、友達登録の方よろしくお願いします。生放送も毎週やっておりますので、いろんなね、詳細は下のね説明欄に書いてあるので、よかったらチェックしていただければなと思っております。ではでは、ありがとうございました。またねー。